お前のことを待っていた。光が強さを増すほどに影も濃さを増していく。この二人のプロレスは終わらないぞ。覚えてんのはすげえ楽しいんだよ。俺もだよ。さあ、自他ともに認める最強のライバル。俺にとって特別な理由は、まあ言うのも野暮でしょ。 IWGP ジュニアヘビー級王者エル・デスペラード。もうこれ以上ない最高のタイミングだと思います。それで俺が挑戦者側、いいじゃないですか。挑戦者ベストオブザスーパージュニア28優勝、高橋ヒロム。2月、ヒロムが怪我で王座を返上。その後の王座決定戦でデスペラードは初めてこのベルトを手に入れた。8年前、東京ドームで姿を現し、やっとたどり着いたジュニアの頂は。正直なところを言ってしまえば、ジュニアのシングルのベルトの位置って思ったより低いところにあるんだなっていう。ドームのセミだ、すげえじゃねえか。それで終わりか。違うだろ。王者になって見えたもっともっと上の世界。この東京ダムのメインベルトで IWGP ジュニア選手権をやってやるぞ。まあ今回残念ながらその夢は叶ってませんけど、まだでも今回は叶わなかったってだけだからな。二人のプロレスに終わりはない。俺より上に立たれるのは悔しいですね。やっぱり1.4 東京ダメ、あつの止まるな。満足はしてないよ、常に。今を変えるために張り合い続けて。またデスペラード、この俺と頼む。ヒロム、楽しもう。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者高橋ヒロム VS 王者エル・デスペラード。